うん、私は五目並べしたいけど。あ、やってみる。私初めてやるこれ。どうやんの？五目並べ。あ、とね。五目並べは、縦、横、斜めのどこかで自分の色を5個並べられたら勝ちなのね。丸罰ゲーム？あ、でも 5個連チャンで並べるから5個ある丸罰ゲームかな。え、なんかだから3個並んだ時に自分の色で相手を止めないと、え、絶対5になるのよ。例えばポロちゃんからだけど、え、これどこに置いてもいいの？なんでもいいよ。なんかここがいつもなんかあの定石みたいなのどこですか？定石はね、なんかね、打ち方によるらしくってだけど、基本みんなよくわかってないから。え、なんでや。なんか真ん中にとりあえず置いときゃいいっていうスタートを切ることが多い。初手天元か。そうで、私が例えばこれで1列になるわけよ。1で、これを5個並べればいいの。縦、横、斜め、どうでもいいのね。だから、なんか斜めがいいっていうのはちょっとなんか、あれだね、日本のものにしては珍しい気がする。でも、斜めもいいってなると、見逃しが発生するから、気をつけた方がいい。お互いそうだよね。こうなっていくよね。あ、そうそうそう。だから、例えば、こうしちゃうと、あー。でもこうなると防線一方になっちゃうんだよな。あ、そうそう、止めないといけないよねってなるもんね。うん、そうそうそう。で、まあ私は作られたくない場所に防御するわけよ。でも守っていくばっかでもつまらんよね。そうだね。いかにって感じ？相手に気づかれないようにこっそりと5個並べられたら勝ちって感じ。やだなそれ。攻守バランスよしみたいな。そうだね。これだと思って守り守り守りばっかじゃん。でも私も結構作られないように止めてるよ。あー、バレた。難しいよこれは。今すごいゲームしてる。そうだよね。ここ止めなかったら5ができるって分かったってことだよね。まあまあ、そう、さっきのうちに止めるか悩んでたんだけど。あーね、そうだよね。こんな高尚なゲームホロライブで流行ってんのすごいな。うん、難しい。やっぱ気づかない。やっぱり作られてるのに気づけない。視野広く、ポルカもね、視野は広くないからな。ああ、そうか。縦を止めたのか。横止めとくかな。いや、でも、ポルちゃんはこういうの、定石とかが分かれば、できちゃいそうな気がする。いや、でもさ、このなりかけがいっぱいあんの嫌だな気分。このなんかさ、ポルカのすげー転々としてる、やだ。いや、でもこうだよな。恥ずかしい。ちょっとやだ、恥ずかしい。ポルカの描いた跡が。ちょ、いや、私もそんなにね、これね、うまく打ててないと思うよ。これをうまく打てる人はそもそもどんな人なんだろう。誰が一番ホロライブで強いの？ふぶきちゃんだと思う。え、そうなの？圧倒的にふぶきちゃんだと思う。ふぶちゃん、うまいんや。なんでもうまいイメージはあるけど、確かに。うん、いや、ふぶきちゃんだと思うな。花札とかさ、こういうのはさ、やっぱ昔どれだけやってたかとか、おじいちゃんおばあちゃんとか。あーね、あるかもね。経験ってものが必要になるからね。え、何それ。
ちょ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 困らせないでポルカを。ちょっと待って。いやとりあえずなんか斜め作れそう。してて面白かった。はちゃめちゃにはハッて言っちゃったじゃん。危ないよ。危ない。え、なにここ。あ、知らない。え、知らなくて打ったの？知らない。知らない。盤面なんか広いね。そうね。なんか盤面広いねこれ。ちょっと物足りないね。よかった。何が良かったの今ね、教えて。何が良かったの、ふらちゃん。なんでもない。ねえ、何のミスしたの君は今。教えて、そらちゃん。え、私はミスってないよ。ポルカがミスったの？うん。え、気になる。教えて。私が今上の白に置いたじゃん。うん。そこさ、下に斜め3つできてたから、私がそこ止めなかったら負けだった。で、これどう思う、そらちゃんね。これ。この形、どうかな？ポルカ頑張ったんだけど、これ。え、どっかできんのかこれ。え、止めてるじゃん。1,2,3。え何もできない。わかんなくなるな、これずっと見てると。何もできないと思うけどこれ。わあ、でも初めてだけどこれ楽しいね。なんかえ、今すごい酒になった気分だわ。麻雀って楽しいよねみたいな感じ。麻雀、え、でもここ、ほう、なるほど。じゃあどうしようかな。ここどこかな。そうだよね。あー、勝てない。あー、勝てない。いただきました。あー、気づけなかった。そういうこと。めっちゃ面白いじゃんこれ。覚えとくわ。これね、気づかなかったのが負けんのこれ、こうやって。うわ。